い、こんにちは、いとチャンネルです。3月12日日曜日ということで、皆さん花粉にやられてないですかね。僕はもうやられまくってますけど、いかがお過ごしでしょうか。ね、車乗るとさ、車のボンネットの上の木真っ黄色になってたりね、あと窓ガラスが真っ黄色になってたりしてね、ほんとね、それ見ただけでも鼻痒くなりそうだわ、目痒くなりそうだわ、なってね、なってたりするんですけれども、先週の金曜日かな、ちょっとね、前の動画で話してたんですけど、友人がね、転勤になっちゃうから、その壮行会でね、ちょっとね、飲み会やってきました、金曜日ね。で、ちょっとね、その場所がね、池袋だったんですけど、集合時間よりちょっとね、早く着いちゃったもんだから、どっかね、時間潰そうかななんて思って、マッサージ、池袋のね、駅周辺にあるマッサージ店予約して行ったんですよ。で、ちょっと早めに着いたもんだからね、店に入って、普通に待合室で、5分ぐらい待っててください。5分から10分ぐらい待っててください、みたいなね。もう雑居ビルにある、なんかちょっと小汚いマッサージ屋だったんですけど、まあ、チェーン店でね、普通のマッサージ屋ですよ。5分ぐらい待っててください、みたいな感じになって、椅子座って待ってたの、ちっちゃい椅子にね、座ってね、スマホいじりながらね、待ってたんですけれども、そしたらね、マッサージ師のね、女の子、結構可愛いね、女の子がいて、その女の子がね、僕の前通ってったんですよ。なんかね、僕の目の前通ったところにね、トイレがあるらしくて、もう雑居ビルだからね、狭いんですよ、ほんとね。狭い通路取ってね、トイレ行ったらしくて。で、トイレ入ったらね、その女の子入ったら、すぐにね、プシーって音聞こえたんですよ。それはスプレーですね。消臭のスプレー。でも、プシーって聞こえて、その後、女性がね、座る音聞こえたんですよ。で、その後ね、何の音かっていうと、ね、女性のやっぱり清水の音がね、ジョボ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 ーみたいな、シャーって音がね、聞こえてね。シャーって音の後にもうできる時にシャッシャッみたいな音が聞こえて。なんかね、なんかその、顔ちょっと見てたから、その女性のね。なんかその業界の、なんかちょっとやっぱりそういうスペシャリストの方だったらそんなにね、あ、そういう仕事だからしょうがないかななんて思うんですけど、素人女性がね、そういう、聞こえてないだろうと思って、だけど、思ってるんだけど、僕はもう丸聞こえだよっていう、このね、シチュエーションに何かね、新しい、なんていうか、僕のね、なんていうか、新しい、なんていうか、スイッチが入りそうだな、なんて。思いましたね、なんてね。で、その後ね、その女性トイレ終わった後に、またね、プシュッって言って、ジャバーって流した音をやって、出てきて、パッと見たら、やっぱ結構可愛い子でね。あー、なんかその音を思い浮かべながらね、ちょっと余韻に浸ってたんですけど、待合室でね。なかなかいい場所だな、なんて思いながらね。ずっとこの待合室ずっと入れるわ、なんて思ってましたけどね。で、その後ね、女性が行った後、おっさんがね、僕の目の前通って、またトイレ入ってて、ちょぼ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 って、おっさんのね、立ちの音聞こえてね、すげえもう夢から覚めた気持ちになったんですけど。現実に帰ってきたみたいな感じになりましたけどね。はい。まあ、なかなかね、雑居ビルのマッサージも悪くないな、なんてね。ちょっと早めに行ってね、今後も待合室でちょっと、そういうの体験しようかな、なんてね、思った次第でございます。はい。で、今日はね、何するかというと、ちょっとリクエストあったんでやります。PS ビータのね、エミュレーターを入れる、ということ、ビータ 3K ってやつかな。こちらをね、まだね、これちらに導入してないんですよ、このね、RG505 にはまだ導入してないんで、こっちせっかくなんでこっちにもね、ビータ 3K をね、導入していこうかなと思っております。じゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあまずね、ビータ 3K をね、ダウンロード、アプリをダウンロードするんですけれども、まあやり方はいろいろあるんですけれども、僕ね、パソコンからやっていきます。パソコンにね、今ね、これ AOK 沿い繋いでるんですけれども、パソコンのインターネットね、ブラウザーから、こちらのね、ビータ 3K、3K ってね、入れていただいて、まあここのね、専用ページ飛びますんで、これのリンクつけときます。で、世界初動作するプレイステーションビータのエミュレーターですっていうね、ホームページに飛びます。で、バーっとね、読んでいくといっぱいね、書いてあるんですけど、ちょっとフォーカス合わないな。はい。バーっといっぱい書いてあるんですけど、下の方に行くとね、アプリのビルドを手に入れようってきますんで、ここのね、いろんなバージョンあります。Windows 版であったりとかね、Windows 版、MacOS 版、あと Linux 版、アンドロイド版ってあるんで、アンドロイド版のところをね、クリックしてください。ポチッと押すとね、こんな感じで、アンドロイドのね、リリースのページに飛びますんで、ここにね、今ね、バージョン3ですかね、リリース3ってなってますんで、バージョン3、ビータ 3K、アンドロイド、リリース3ってところに、が今最新版になります。これはね、もちろん、
場合によってはね、変わりますんで、随時ね、更新されていっているという内容なんですけれども、これがいつだろうな、2月とかかな、うん、リリースされたのがね、2月とかですね、2月中旬ぐらいの日付になってたかなと思います。どっかに書いてないかな、どっか書いてあったんですけどね、さっきね。はい。で、落とすのはこれ、APK ですね、.APK ファイルっていうのを、ダウンロードしてあげてください。ビータ3K、なんて書いてあるかな、Android Release 3 APK ですね。こいつをポチッと、ダウンロードすると、こんな感じでダウンロードが始まり、一瞬で終わっちゃいますね。はい。っていう感じでございます。じゃあ、これをね、SD カードに入れてあげてください。SD カードに入れて、Android 側に持っていくというような動作を、やりたいと思います。はい。今ね、パソコンの中で、RG505 の SD カードのね、中身を表示しております。で、これね、先ほどダウンロードしたビータ3K、Android Release 3ですね、の APK ファイルになります。で、こっからね、アプリインストールするみたいな感じになりますんで、まずこれを入れてあげてください。で、あとね、ビータのフォルダーをね、僕、今オリジナルで作りました。ビータって何でもいいです。任意の名前でいいんですけど、PS ビータのね、ビータっていうね、フォルダー作りましたんで、ここにね、ロムデータ入れてあげてください。まあ、何でもいいです。僕はビータにしましたけどね。もう好きな名前につけていただいていいと思います。こんな感じでね、ここにソフトのデータ入れて準備してあげてください。これでまず準備バッチリかなと思います。この2つね。はい。はい。今ね、SD カード作りましたんで、これをね、ここに入れてあげてください。で、そして今度ね、ここにファイルってあるんで、ファイルマネージャーの方ね、起動してあげてください。そうすると、一番下の方に行くとね、SD カードって項目ありますんで、これをね、押すとこんな感じで、さっきの SD カードの中身がわかるようになってます。で、最初一番下にね、入れたビータ3K がありますんで、こいつをね、インストールしましょう。インストールと押してあげてください。そうすると、インストールが完了しましたってことで、これでね、アプリを更新します。更新っていう。よいしょ。更新っていうのをしてあげてください。インストールが完了しましたということで。で、これをね、開いてアプリを、また更新しますかな、ちょっと。はい、インストールしましたということで、で、そうするとね、ビータ3K の項目がここに出来上がります。ここにね、そうすると、これダブル押すと、ビータのね、3K が、起動するといった感じになります。はい、じゃあ、こっからね、ビータ3K の、インストールなんですけども、初期設定をね、やっていかなきゃいけないという感じです。まず、言葉どうすんのっていうのでね、下の方をずっとスライドさせていくと、日本語の項目がね、あるはず。あ、ありましたね。日本語。こいつを選択してあげて、まあ、イングリッシュでもいいよって人はイングリッシュ使っていただいて、コリアンでもいい人はコリアン使っていただいてね。まあ、僕日本人なんで日本語っていうので次押します。で、次はね、ファムウェアのダウンロードと、フォント、で、パッケージっていうのをダウンロードしなくちゃいけなくて、ファムウェアをね、こうやってインストール、してこなきゃいけないんですけど、自動でね、プレイステーションビータのね、ページに飛んできます。まあ、これも日本語で表示してあげましょうかね。翻訳されました。っていうので、下の方行くとね、アップデータをダウンロードってところがありますんで、こいつをクリックしてあげると、これですね、psvupdate.pup っていうのがダウンロードできるようになりますんで、こいつをダウンロードしてあげてください。はい。まあ、今ダウンロード中ですね、ここね、ピコピコって動いてる。で、まあ、ダウンロードまで待ちましょう。はい。はい、じゃあね、続いてなんですけれども、またね、ビータ3K のね、画面に戻っております。で、ダウンロードしたファムウェアをね、今度はインストールしましょうってことで、インストール、ファムウェアファイルという感じですね。許可と。アクセスを許可しますか？許可と言って、今ね、ダウンロードしたのはこっちなんですよね。で、なんだよ、フォントページ、フォントのね、フォントパッケージか。フォントパッケージもダウンロードしたんですけど、同じファイルでしたね。これね。よくよく見ると同じやんみたいになってたんで、こいつをね、ポチッと押してあげて、インストールしてあげてください。はい、インストールね、成功しました。3.7.3 ということで、これでね、もう使えるような状態になってます。はい。これで次へって押してあげてください。設定完了です。という感じですね。はい。で、最初ね、こんな感じでなんかいっぱい書いてあるんですけども、次回も表示するから、もう表示しなくていいですもん、これね。もう、よし、これで、よいしょ。これで OK かな。はい。
で、ユーザーのね、設定をね、まずね、しなきゃいけないんですけれども、もうこれ適当に名前つけてください。まあ、ユーザー1でいいやなんてね。はい、これで僕のユーザー設定終わりです。で、ユーザー設定して、こんな感じで。まあ、PS ビータの画面になりますという感じですね。はい。はい、これがね、一応ホーム画面になるんですけれども、一番最初にね、まあ一番初期設定やる中で、コントローラー系ですね。コントローラー系の設定しなきゃいけなくて、で、特にね、画面にね、コントローラーが表示される設定になってるんですよ。ショーゲームパッド、オーバーレイ、インゲーム。ゲーム中にね、コントロールパッドが表示されても、画面上にコントロールパッドが表示されてますよっていうので、このチェックを外してください。これでね、ゲーム画面の中から、クリーンな画面で見えますんでね、ゲームパッドのイメージが消えましたという感じの設定になります。あとはね、ここのファイルからね、ここね、ZIP、パッケージをインストール、ZIP、ダブル、VPK インストールという、あ、間違った。もうね、画面ちっちゃいんですよね、この。ここから、これを、この下です。これですね。ここからね、ソフトをね、ファイル選択してあげて、それでゲームソフトを入れてあげてください。今回 SD カードが入ってますんで、ディスクの方ですね。さっきね、ビータの方、ビータってやつ作ったんで、ここにね、何本かゲーム入れてきたんで、あとはこれをインストールしてあげれば使えるようになるよといった感じです。例えばね、ダライアスね、インストールしましょう。こっちですかね。はい、こんな感じでインストールしてます。大好きなダライアスですね。まあ最初はね、ちょっと時間かかるかなと思います。はい。これでコンテンツが見つかりました。インストールに成功しましたって出ます。ダライアスですね。で、このままだとね、多分起動しないんじゃないかな。パッチがね、配られてるみたいなんで、そのパッチ入れないと起動しないかなと思ったけど、起動しましたね、これはね。はい。これだけでもいけますね。なんかね、途中で落ちたりするかもしれないです。はい。これでなんとか遊べそうな感じがしますね。なんかね、ビータからなんかバージョンアップしたりとかね、途中、あったりするんですよね。システムアップデートとかあったりするんで、そのシステムのね、パッチデータとかがね、あればね、一緒にインストールしていただければいいかなと思います。という感じで、とりあえずダライアスはね、動きそうですね。僕の好きなダライアスですけどね。こっち。ちょっと音は荒れてますけどね。で、そもそもね、このね、液晶画面自体、液晶っていうか、有機EL なんですけど、有機EL 画面自体が PS ビータのやつ使ってますんで、一番、相性がいいはずなんですよね。ビータの画面使って、ビータのエミュレーターを動かしてるわけだから、ね。ちょっと初回、こんな感じで。動きますね。これかな?こんな感じで動きますね。ちょっと音荒れてますけどね。まあ、わざわざね、これでやらなくても実機で遊べばいいじゃんって話になるかもしれないですけどね。だってもう、ビータと変わんないじゃんっていう、話ですね。はい。こんな感じで遊んでいただければなぁなんて思います。そんなにね、難しくないんですよ、導入ね。僕はね、パソコンでやりましたけど、スマホから直接ね、ビータ 3K ってやってもね、ダウンロードできます、アプリをね。よしよし。こんな感じで遊んでいただければなと思います。はい。じゃあちょっとね、もう一本ぐらい動かしてみましょうか。せっかくなんでね。はい。はい、じゃあ続きまして、パワースマッシュ4ですね。こちらビータで出ているんですけれども、なんかこれもね、動きそうな、結構軽い感じで動きそうな感じなんで、ちょっと遊んでいこうかなと思います。アーケードモードでね、遊びます。シングルでいいかな?とりあえずね。まあ、女の子のキャラだとね、ちょっと力弱いんだよね。スピードは速いんだけどね。まあ、美人揃いですけどね。いいですね。シャラポワとかね。いいですね。いいですね。うん、まあ、女の子使いたいんだけど、ちょっと今日はね、なかなか彼いい感じですね。よし。かっこいいですよね、やっぱりね。人がね、テニスやってる人、かっこいいですよね。じゃあ行きます。ちょっと動きそうですね、これは。ビータ何かとね、問題があるんですけど、あ、ちょっとね、画面が、ちょっとね、メラメラしてますけど、動きそうですね。いきます。マックス。
あ、いいですね。ちょっとね、パワースマッシュはね、4からね、ちょっとね、真面目になっちゃったっていうかね、リアルさをちょっと追求しすぎて、僕ね、2ぐらいがちょうど良かったなぁなんて思うんですけど、パワースマッシュは。4からね、なんかちょっとね、リアル思考になっちゃってね、まあ、こっちの方が合うよっていう人もいるんだけどね、もっとね、ゲームしててもいいかなと思うんですよね、僕ね。よし、これでいいですね。すごいね、ちゃんと影がね、4つできてる感じですね。光のあれの加減で。友達がね、パワースマッシュ大好きでね、もうずーっと穴開くほどやってましたね。やば。うん、全然ね、軽いです。ちょっとね、人のね、テクスチャがちょっとおかしくなってるぐらいで、人のテクスチャがちょっと気持ち悪くなってるぐらいでね。はい、いい感じですね。うん。このリプレイの光の、あ、気持ち悪いね。ゾンビみたいになってますね。ゾンビみたいになってるけど、普通にゲームとしては遊べそうですね。よし、いいですね。前出ちゃったりしてね。よしよし、来い来い来い。来い、さあ来い。よし、取れないだろうと。ね、意外に、ああ、なんかもうちょっと、一瞬ちょっとドキッとするもの映ったかなと思いましたけどね。ちょっと一瞬ドキッとする、卑猥なもの映ったかなと思ったら、人でしたね。ああ、なるほどね。こんな感じで、しっかり、パワースマッシュ遊べるけど、ちょっとテクスチャーかけが起こってるかなと。あ、取れねえな。今、どっち買ってんだろうな。あ、入ってんだ、俺。すごいね、161キロ。よし。前出るぞ、前。あ、返せねえ。難しいね。ちょっと負けてますけどね。よし。やっぱ、パワー技が、よっしゃー、よし、来たー。ね。おー、ゾンビですね。顔ゾンビだね、相変わらずね。よし。さあ来い。さあ来い。こんな感じでね。まあ、結構ね、楽しめるかなと思います。はい、パワースマッシュ4でした。はい、ということで本日は RG505 でね、ビータ 3K の、エミュレーターをね、導入の仕方についての説明動画でしたけれども、いかがでしたでしょうか？そんなにね、難しくないかなっていうのは分かったかなと思います。アプリ持ってきて、インストールして、ファームウェア入れて、以上みたいな感じなんでね。そんなに難しくないかなと思います。ただね、ビータ 3K がね、まだまだ全然開発がね、進んでないエミュレーターなんで、かなり起動率も低いと思います。2割ぐらいかな。うん、僕の感じだと2割動けばいいんじゃないかななんて思います。全然ね、動かないです、まだね。まあ今たまたま表示してる陶器伝2なんかは結構ね動いたりするんですけれども、はい、ぜひね、動くソフト見つけて遊んでいただくっていうのが一番いいかなと思います。まあ無理してね導入しなくてもなんて思いますけれども、まあぜひね遊んでみたい方はぜひ試してみて、試すのもね面白いんで、ぜひね、やってトライみたいな感じでやっていただくといいんじゃないかなと思います。で、本日紹介しましたこちらの RG505 はね、バングットさんで購入することができます。動画の概要欄にリンクつけておきますんで、興味持ったって方はぜひね、遊んでみてください。画面がね、めちゃめちゃ綺麗かなと思います。有機EL でね。まあ、ビータも有機EL なんでね、ビータと、まあ、同じような感じで遊べるかなと思いますんでね。まあ、ビータ買った方が早いっていうのもあるかもしれないですけどね。はい。ということで、興味持った方はぜひね、RG505 の方もよろしくお願いします。はい、ということでね、本日はこんな感じで終わろうかなと思うんですけれども、今日の動画ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あと、まだまだね、動作検証とかもやりますんで、興味のある方、あと最新のね、ゲーム機なんていうのも紹介していきたいと思っておりますので、こちらも興味ある方ね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとね、花粉症ひどくてね、ちょっとさ、ね、早々に引き上げます。伊藤チャンネルでした。また次の動画で、お楽しみください。はい。